諏訪湖で昨日観光客を乗せた遊覧船が桟橋に衝突する事故がありました。同じ遊覧船は7月にも事故を起こしていました。昨日午後3時ごろ、諏訪湖を周遊していた遊覧船諏訪湖スターマイン号が着岸しようとしたところ、誤って桟橋に衝突しました。警察によりますと、船には当時乗客52人と乗員2人が乗っていましたが、怪我人はいないとみられます。運航会社では安全確認のため今日の運航を取りやめています。同じ遊覧船は7月にも桟橋に衝突し、50代の女性客1人が軽い怪我をしていました。警察が詳しい事故の原因を調べています。